バンド構造は以下の二通りの使われ方がある。ここでは結晶などの個体の中の電子バンド構造を扱う。数多くの炭素原子が結合してダイヤモンド結晶を作った場合のバンド構造。炭素原子の P 軌道と S 軌道のエネルギーと実空間での原子間距離との関係。ダイヤモンドの原子間距離 A でのバンド構造の簡略図例として、 N 個の炭素原子からなるダイヤモンド結晶中の電子のバンド構造を考える。もし炭素原子同士が互いに遠く離れていた場合、それぞれの炭素原子は同じエネルギーの S 軌道と P 軌道を持つ。炭素原子が互いに近づくと軌道が重なり、異なるエネルギーを持つ N 個の軌道に分裂する。N は非常に大きい数であるため分裂したエネルギーの間隔は非常に狭く、 連続的な帯状であるとみなすことができる。これをエネルギーバンド、または単にバンドと呼ぶ。原子間距離 A では、値電子体と電動体と呼ばれる二つのバンドを作る。それぞれ化学結合における結合性軌道と反結合性軌道に対応する。エネルギー的に隣り合うバンドのエネルギー差はバンドギャップと呼ばれる。ダイヤモンドの電動体と 値電子体のバンドギャップは5.5イブである。バンドギャップにはエネルギー順位は存在しない。例、シリコン結晶のバンド曲線一般的に波数系と対応するエネルギー固有値イプシロン系との関係を分散関係という。波数とバンド構造との関係はバンド曲線、EK 曲線、バンド分散などと呼ばれることもある。バンド構造は通常、縦軸がエネルギー、 横軸が第一部ルアンゾーンの適当に選んだ、いくつかの直線上の軽点となっている。各キロ点上に、電子の取り得る固有状態があり、これらがつながって、曲線を成している。バンド構造を見ることにより、バンドギャップが空いているかどうか、バンドの分散が強いか弱いかによる、電子状態の違い、異なる、経同士のバンド構造を比較することにより、経の安定性などの議論が可能である。 半導体のバンド構造。サズは状態密度の模式図で、渦は分散関係。エッグがバンドギャップ。その下の十万体が値電子体。金星体のすぐ上の空体が電動体となる。半導体においては、軽空間を無視してバンドギャップの周辺だけに注目した、より簡単な描写がよく用いられる。バンドギャップの項を参照。電子のバンド構造と、 類似したものとして、フォノンの分散曲線やフォトニックバンド構造、プラズモニックバンド構造などがある。ありがとうございます。